g 級軟式飛行船とは、アメリカ海軍によって用いられた一連の軟式飛行船である。総形実績が建造され、搭載能力は 1867kg である。1935年、新型の飛行船の開発の代わりとして、アメリカ海軍はディフェンダーを訓練に用いるために購入し、実用的な飛行船として G-1 と呼称した。ディフェンダーは、 オハイオ州のアクロンに所在するグッドイヤー航空機会社が製造したもので、これは同社が旅客用、広告用に製造した一連の飛行船の中では最も巨大な軟式飛行船であった。追加の G 級軟式飛行船が第二次世界大戦の間に訓練を支援するために購入された。1935年9月23日に購入された後、G-1 は 通常通りに任務をこなしていたが、1942年6月8日に別の L 級軟式飛行船と空中衝突を起こして喪失された。夜間飛行中、2隻の軟式飛行船は光学と写真を用いた観測の実験に従事していた。12人が事故で死亡したものの G-1 は実用的な訓練用の飛行船として能力を発揮した。アメリカ海軍は 第二次世界大戦中の戦時増強から、さらなる訓練用の飛行船を必要としたため、1942年12月24日には7隻の G 級軟式飛行船の建造契約を与えた。これらは、グッドイヤー ZNNG の故障を割り当てられた。Z とは、空気よりも、軽量を指し、N は高構造を持たず、N は、訓練用、G は形式、または球を示した。 これらの新しい G 級難式飛行船の船体は G-1 よりもガス容量を増強されていた。G-2 から G-5 は1943年後期に配備され、G-6 から G-8 は1944年の早くに追加配備された。これらの飛行船は訓練を主任務とし、主要な軽航空機基地であるレイクハースト海軍。 航空基地とモフェットフィールド海軍航空基地の2カ所で活動した。モフェットフィールド海軍航空基地はサンフランシスコ湾の南の角に位置している。ありがとうございます。